この番組もですね、すっかり長寿番組という感じになりましてですね、はい、なんと今日はですね、迎えて289回の記念といたしまして289回記念でですね、初登場のですね、藤谷さんを迎えてしまいまして、本当ようこそお越しください。ようこそ。いやー、こういうね、あんまりトーク番組とか出てくれない人が出ると、いわゆる業界で美味しいってやつでしょうかね。あんまり出ないですもんね。全然、やっぱり恥ずかしいから、出ても話さないで帰ってきたら悪いからと思って、最初から。あ、そうですか、ね、でもね、共通点をなんとか見出そうと思ったら結構あるんですよ。東京のもともと生まれが、まあ北の方になるんですけどね、城北地域と言っていいんでしょうかね。どこですか。フランス。嘘ですよ。いや、藤谷美和子だから許しますって。違うゲストだったら違いますけど、私の対応もちょっとフランスでソルボンヌ大学出てた。どこなんですか、本当は。下町ってことで。下町ってことで。でも今日こんなのも作ってきたんですよ。東京を円滑にさせようということでね。北方系なんですよ、東京でもね。東京の下町育ちアイテム、ここに6個以上当てはまるが紛れもない下町育ちですっていう、こういうあるんですよ。これちゃんと根拠に基づいて、ちょっと私チェックしていきましょうかね。これどうなんですか。はい、ファッション前職だったんですか。意外としますね。肥満児だった。小さい頃は一番細かったんですけど、途中から3年生とか4年生とか小学校の高学年ぐらいから肥満児になっちゃったんですか。太っちゃったんですか。あら、これ全く私と同じですね。今のはおやつにちくわぶを食べたって話。はい、高校の後。おやつっていうかね、プールの後にちくわぶ食べた。おやつにちくわぶっていう、おかしいですよね、これ。インコを飼っていた。はい、今も飼ってる。あ、今も飼ってるんですか。意外に人見知りをする。人見知りっていうか、人を人と思わないっていう。全然意外じゃないじゃないじゃん。これ肥満児だったっていうのはね、全然タイプも性別も全く違うように見えてですね、私は感動しましたけど、僕も小学校4年の時まではひ弱で、徒競走も体重軽い分だけ早かったんですけど、4年生からめきめき飯食うようになって、めきめき太って、もう肥満体になっちゃったっていうのがあるんですよ。同じです。あ、そうですか。それまではじゃあ細かったんですね。すっごい細くて、今ではもう本当にもう割り箸かマッチ棒か用事かっていうぐらい、ずいぶん違っちゃったっていう。自分で言って自分で笑ったんですね。でそれがね、ほんと急にこう肥満児になっちゃったんですよ。あ、それで小学校3年生まででもう大体勉強終わったんです。一通り分かったっていうか、基礎ができたから、じゃあもうあとは体力だってことになって、それでまあスポーツやりましょうっていう先生が言って、そうすればご飯を食べるようになるって、で水泳がいいってことでやって、でもそのまま水泳だけやったらもっと細かったんですけど、目の前に屋台があって、食べたらって母に勧められて、何の屋台。おでんの。おでんの屋台でちくわぶ。あ、ここに繋がってくるわけですね。なるほど。水泳をやっ、水泳とじゃあちくわぶでこう太ってって元気になってったっていう考え方でいいわけですか。屋台で食べたんですか、おでんのちくわぶを。好きだったんですか。屋台と、あとビニール袋に入れてもらって持って帰って。ああ、よくありましたね。あ、はいはい、下町だとお鍋で持ってくっていうケースも。あ、お鍋持って買いに行くんでしょ。そう、お母さんなんかお鍋持って買いに行ってよそってもらって、待ってる時にこういうスタイルで待ってるんですよ。何それ。いや、下町のおばさんとかこういう風に片方の足こうやってやるんですよ。それでちょっと聞いてやった。違うのよ、うちの旦那がもうろくでなしだからさ、あとここにおるんですよ、うちの下町の子が。寒いからですか。いや、わかんないです。ここの方が安定がいいらしいんですよ、おばさん。俺は安定悪いんですけど。フラミンゴみたいじゃないですか。そうですね。あ、そうですね。そういうのって知りません。知らない、そんな人。みんなおかしいよ、少し。油っぽいのに乾いてる。そんな肌に新しい保湿液、プルミエオイルフリーバランシングミルク新発売。あ、乾いてる。保湿効果たっぷり、素肌をケアする新ファンデーション。ほんとほんと、プルミエスキンケアリキッドファンデーション新発売。資生堂。あのね、
僕は東京の下町ですから、ちくわぶっていうのは全国の人が知ってると思ってたんですよ。知らない人多いですね、ちくわぶっていうのは。私も知らなかったんです、初めは。はい、それがちくわぶとちくわの差が、焼いてあるのと生みたいのだなっていうぐらいしか、わ難しいと思って、ええ、私は時々あれって言って、あの穴開いてるこういうな、なんかあれって言ったら違うのが来てもムッとしてる。初めはそれは名前があるっていうことと気づいて、どう違うんですかって言って、ええ、聞いて、あ、じゃあそれもそれ一点やりでも、はあ、そうですか。赤さんは知ってました、昔からちくわぶって。ちょっと遅れてますね、今隠そうとしたんだけど、ええ、ちくわは知ってるんだけど、漠然とぶっていうのが、まず初めにちくわありきですか。ちくわって何でしたっけ。え、ちょっと待ってください、分かるんですか。はっきりちくわさんは竹のところにつけるからちくわって言うんですよね。そうです。それで輪になってて、トンネルになってて、焦げ茶色のフリルの洋服着てるんです。そう、それはブ。いける。ブじゃない、ブないやつ。ブはあの稲葉の白ウサギですよ。そうそう。あ、なんだか分かんなくなっちゃった。じゃあ、あなたはこれちくわのことをちくわぶだと思ってません？ずっと、もしかしたら茶色いフリル着て、あの竹にくるまってるのはあれちくわですよ。あれじゃない方で、じゃあ白い方でしょ。白いでしょ、ブでしょ、うん、あ、じゃあいいんです、ブで、うん、あ、私かまぼこだと思って今話聞いてたんですよね。かまぼこはね、板の上にこういう風に白いやつです。ところが、うん、私は何年か前に金田一先生に聞いたんです。はい、これね、この際ですから全国の皆さん整理しておきましょう、ね、あの学者さんが言ってんだから間違いございません、言語学者さんが、はいはい、あのね、もともとはいいですか、もともとは今のちくわ、ね、あれをかまぼこと呼んでた。ところがその後に板の上にすり切りで乗っけたわけですね、あの白いものをちょっと洗練された形 でなかなか良かったと。そうで、あれを板ちくわと呼んでたんです。なるほど。それじゃおかしいっつんで、あの板の上に乗っかってんのをかまぼことしてちくわと分化させたんですね。これ不思議な流れがあるんですよ。よくご存じ。で、そのちくわから今度は偽物として登場したのがちくわぶだと思うんですよ。え、邪道なんですよ、あれは。嘘だ。だって茶色になったのは焦げてるわけだから、その焦げる前でしょ。いいですか。わかった。だって大体この輪があるからちくわ。わ、そう。今気づいたんですか、それ。今ずっとそういうようなこと言ってたんですよ。だからこう竹のね、こう輪っかでって、そうなんですよ。うん、で竹の輪みたいなちくわでしょ。じゃあ、ブは何？ブは偽物ですよ。ガンモドキと同じで、偽物なんですよ。ちくわってのは魚とかいろんなものが入って練り合わせたかまぼこ系のものですよ、さっき言ったように。うん、魚が主成分ですから、ちくわっていうのは。だからちょっと茶色っぽいわけですよ。それでブは？ブっていうのは完璧なうどん粉ですもん、あれ。だ、偽物です。エセです、あれは。私ぜひ言いたかった。じゃあもう一個質問しちゃおう。はい、肥満児っていうのは、はい、やっぱ油が多いからですかね。そうでしょうね。これはやっぱり油が多い、脂肪分が多いからでしょうね。超えるですもんね。もう満々と超えてるガキっていうだから肥満児っていうことですよね。ええ、進まなくなっちゃいましたね。よかった。まあ、これにこだわる必要はございません。悔しい。え、な、何が変な四次元を生きてますね。なんか、あ、やりたいですか、インコ。インコ。インコ今も飼ってるんですか。はい、だるまインコね。だるまのような顔したインコ。あ、そうなんですか。なんていう名前なんですか。モーちゃんっていう。モーちゃん。なんでモーちゃんになったんですか。なんかもうモーちゃんなんですよ。もーちゃんはね、もーちゃんはね、あのね、歩くんです。飛ばない、歩くの。片っぽずつ足ちゃんと、それで、喋る、泣けない、うん、飛べない、あとは朝起きてこないっていう鳥で、羽毛布団で寝てて。ちょっと待ってくださいよ。仲間の羽で寝てんですか。ああ、そうですか。ついて、でもお布団の中にこういうふうにカゴの中にお布団を入れて、鳥をこう入れて、はい、上から蓋しちゃうんですけど、出てこないで、あ、もう死んじゃったかなと思って見たら、あ、いたと思って、よかったと思って、そしたらそこ気に入ったみたいで、ずっとそこにいて、そこが、ね、寝る時で、12時ちょ
ちょっと近くなると、はい、みやこちゃんって呼ぶ、ちょうだいっていう。嘘ですよ。本当なの。みやこちゃんって呼ぶんですか。覚えたの、ちゃんとインコが。どんな声で。パパの声なんです、うちの母、父親の声で。でも飛ばないとなんとかっていうと、ねえ、あんまり鳥っぽくないですね、本当に。もう全部わかっちゃってて、なんか一人でいると暇かどうかを見極めてくるんです。へー、鋭い。そんなにわかってんですか。そんなに人生の機微読みますか、鳥が。25年も生きてる鳥だもん。すごい。これインコね、インコでいうと相当長寿なんじゃないですか。そうです、100歳に近いんじゃないか。もう死んでていいですから、きっと、それぐらい。それじゃなんかスターウォーズに出てくる鳥さんみたい。本当ですね、あの鬼太郎の親父みたいな感じしませんか。小さいけどすごい分かってるみたいな。ねえ、鬼太郎って言ったらどうしよう。笑いなさいよ、みんな。もっと藤谷美和子さん、ここまでサービスつけて、普段あんまり喋んない人が。ねえ、本当にもう内心俺だって今ヒヤッとしましたけど、内心ありがたいって感謝の気持ちだけは持ってますけど。まあでもいろんな話ありますけど、ちょっとさっきからずっと私目線に入って気になったんですけど、これあのカステラ1番電話2番の文明堂のこの白熊ですかね、はい、だと思うんですけど、これとゆかりがあるんですか、藤谷さんは。これはあの何ですか、小学校の低学年の1、2年と痩せてて、ずしそすげーで太った後はずっと文明堂の熊だって言って体育の先生にあだ名をつけられて、熊、ちゃん熊ちゃんって言われて。その先生かわいいのつけましたね。体育のあれを見ててそう思ったっていう。あ、こんなしてやるからね、あの文明堂の文明堂ってビュンビュンビュンって。よく見てますね。文明堂ビュービュービュービュンって言うんですか。そうですよね、最後あって伏せて、糸で切られてるから最後こうやってパタンって伏せてビューンって。ちょっとじゃあ見てみましょう、それ。あれがやばいの。昭和50年当時だそうです。あれ白クマじゃないじゃないの。ちょっと汚れちゃってんです、ね、赤毛じゃない、どっちか。赤ですか。赤じゃないな、包んでます。違う、これね、これ正確にはね、ほらほらほら、本当だ、ほら、みんなピーッと立ってます。これ全部同じやつじゃないんですよ。バージョンが違う。微妙にバージョンがある。これはね、はあ、またあの嫌味になるかもしれませんけど、手短にしますから聞いていただけます。私はね、知ってるんです、これ。あのね、ちくわぶの話じゃないですけどね、これね、永遠のヒットでしょ、はい、モノクロの時代からずっと流れてますよね。イエス。全部今も昔もずっとオーストラリアで撮ってるんです、あの CM。 本当ですよ。ジャッキーねー、朝聞いたの、二人ねー、測りやがったな、誰か。俺しか知らないと。あ、そう、知ってるの、オーストラリアで撮ってるって。でオーストラリアで人形師がいるんでしょ。そうで、その昔から行ってて。なんでそこに行くんですか。だからあの操るね、マリオネットみたいにこうやって操るテクニックをすごく持ってて上手い人がオーストラリアにしかいないって言うんで、第1号一番初めの時からずっとオーストラリアあれを撮り続けてるそうですよ。以上、終わり。あ、乾いてる。油っぽいのに乾いてる。そんな肌に新しい保湿液、フルミエオイルフリーバランシングミルク新発売。あ、乾いてる。保湿効果たっぷり、素肌をケアする新ファンデーション。ほんとほんと。プルミエスキンケアリキッドファンデーション新発売。資生堂。スタイリッシュ。夜から始めるプレヘアスタイリング、朝のウォータースプレー、そしてヘアムース。ヘアスタイリングは夜から始めるからうまくいく。夜から始める。スタイリッシュ、資生堂から新発売。いやだってね、あの13歳の時ですか、あのカルビーはポテトチップスは13票。あん時はでもある種そう衝撃的でしたね、あのコマーシャルは。面白くて可愛らしくてねえ、懐かしいでしょ今。いや、あれが急に訛りましたね。あれは
何年のことだった13、10歳ですか。すごいお小さい方ですね。お小さい、お小さかったんですね。ちょっと見てみましょうか。それカルビーポテトチップスで、カルビーポテトチップスは買えますが、カルビーポテトチップスで100円は買えません。足からず流行ったもんね、この足からずがね。かわいかったですね。13歳ですか。恥ずかしいですか、やっぱり。恥ずかしいなんてどうこしちゃっても。それはね、僕なんかちっちゃい時のこと映ってないからわからない。これはみんな恥ずかしいでしょうね。赤川さんだってゴジラ対メカゴジラのね、自分が役で出たのパッと出たら絶対恥ずかしがると。メカゴジラの役で。そうですよ。メカゴジラですよ。スイングするメカゴジラですよ。違いますよ。スイングするメカゴジラ。あなたまで。だからああいう熊の尻尾の動きとかうるさいんですよ。うるさいんですよ。私あのコマーシャルについてちょっと話をすることにします。あい、はい、はい、わかりました。意外にわがままな方ですよね。はい、聞きたいですよ。あれは、うん、昔ビデオを持ってなくて、私の服なんです。あれは気前ですか。ええ、それで確かすっごい、もうそれで洗濯袋に入ったやつ持ってって、ええ、で何枚か持ってきてくださいって言って、もう洋服持ってなくて困っちゃった。もう T シャツ、やっと T シャツ、どうしよう、色がついたものの方がいいだろうなと思って持ってって、でじゃあこれにしますって言ってきて、でテレビ15秒とか30秒でビデオ持ってなかったから、ハッと、あ、同じ服着てるやつだと思って、よく、あ、声はそうかな、なんかね、変なんです、自分じゃないと思ってて、同じあいつみたいな感じで。でも自前とは思わないですね。もう一回見てみましょう。いや、もういい。ちょっと自前で、いや、ちょっと、いや、一回見せちゃったら二回も同じですよ、世の中は。だった、ね、あー、カルビーポテトチップスは買えますか。出てほしい、出てほしい、出てほしい、かわいい、足からず。カルビーさんちの宝物じゃないですか、あれは。いやでもね、社長さんもね、同じとこ住んでんですよ。同じ地域ってことですか、マンションってことですか。同じ地域、地域に住んでんですか、カルビーの社長と。それはカルビーの社長が慕って越してきたんでしょ。絶対、だってね、カルビーってのは岡山でしょ、もともと。でカッパエビセンのイメージが強くて、あのコマーシャルでもってポテトチップスっていう新ジャンル開拓して、今や世界のカルビー、 F1 のスポンサーにもなってるぐらいですから。カルビーっていうのはこれはね、ポテトチップスでこうなってるわけですからね。これはあなたは、ね、藤谷美和子がカルビー中高の祖と言われてます、業界で。あの大ヒットが、でもあのなんていうんですか、あのボーダーネックってなんていうんですかね、こういうちょっとこういう丸首じゃないやつで、ああいうのが普通のなんか街にいる、自分の家街にいる女の子っぽくて、これはハマったわけですよ。でも美味しかったから、ポテトチップが。あ、そうですか。あ、仕事とは思ってなくて、ええ、今でもそうなんですけど。今でも食べますか。え、今でも、あ、ええ、あのね、あのね、少女がおばあさんのような語り口ってのがいいですね。あのねって何ですか、あのねの後、すいません、腰折ってしまいましたけど。なんて腰折るっていうんですかね。わかんないんですよ。あ、これはね、あの中国のね、腰を折って、あ、わからない、それは正直言います。これはもう正直言います、わかりません。腰を折るって何なのか、腰が人間の中枢だからですよ。ガクンってきたらもうダメだからじゃないですか。あ、なるほど。でも首だってだ、首を折るとか言っちゃって、いや、不吉だ。何だったか分かんなくなっちゃった。何だったか分かんないんですけどね。何の話でしたよね。今ね、ちょっともう一回見せなさいよ、それ。これ私が無理やり持ってくってのやだ。そう、ドラマ初出演の頃の話をお願いしますって指示が来ました。急に多分用意してるんでしょう、なんかを、ビデオを。はい、急に。これお気に召します。どうですか、この話は。初出演、ドラマって学園ドラマ、何ですか。夕日が丘の総理大臣第1話の VTR が用意されているんですよ。こういう指示が来るんだったらね、あのサブから降りてきて直接ここに登場してね、ディレクターが言えばいいんですよ。なんだ、本当に可愛かったですか。あ、可愛かったぞ。他の3人もな。やだ、こんなの絶対やだ。可
もっと、いやなっちゃう。ねえ、こんな勝手に出したんですよ、今。いやなんですよね。通りすがりのやつがなんかボタン押し出しちゃった。本当に、失礼嫌なっつってるもの。もう一回見ます？もう？いや、本人はそうでしょうけど、やっぱり僕らにとっては思い出です。可愛いから今許しかないよ、そら。ね、可愛いじゃないですか。でもやっぱさっきのあのねの後は何でしたっけ。 ねどんなようないや、来てた、結構乗っててあのねって来たもんね。もう一政治家みたいな。何だったんですか。記憶にございませんアドリブ聞きますね、三谷さん。記憶にございませんとかいう感じがやっぱ可愛くてアドリブが効くっていうのは強いですよね。いつもすっとぼけてるって言われるんです。あ、やっぱ言われますか。うん、真面目な話になると困っちゃうね。あ、そうなんですか。じゃあ自覚はかすかに終わりなんですか。終わりにすごいあります。あ、すっごいあるの実は。もうチャームポイントにしてるんですか。やっぱりね、かすかにそうじゃないかなって気もしたんです。これは一本も二本も捉えましたさ。本当ですね。If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I keep my ビートルズのナンバーから歌いましたけれども、実はこの番組ではですね、新企画がございまして、これから全国の皆さんこれを見てくださっている方々にですね、ちょっとリクエストをもらおうと。阿川さんに歌わせたいっていう、この歌が好きだから歌ってほしいっていう願望がございましたら、どんどんリクエストいただきたいと思います。でそんなから阿川さん選ぶんです。阿川さんは意外にジャズ以外にも映画音楽とか歌ってますからね。マドンナがいいと。マドンナから軍歌まで広範囲に行っていただきます。山川さんにも拒否権がありますから、これは歌えないと。麦と兵隊が来ても歌えないっていうのは、こちらで殺害する場合があるやもしれませんけど、どんどん全国の方々、これはマジですから、お寄せいただきたいと思います。
さて、そしてこの霧の箱に入りましたメンバーズカード、あ、これはネトラルソウスケの時の写真なんでしょうかね、これ入ってるんでしょうか、はいね、カードなんかどう、いやそれはもうまたもう持ち帰って処分します、ダメですよ、こっちも行った、これ純金ですから、マジで本当本当、これ大体どうなんかに変われますか、これ大丈夫、ほら、999.9 本当だ、そうですよ、これ固めればちくわぶぐらいの本当、ばっかりで、裏に一言添えてます、今日はいろんなお話をね、意外な方向からトリッキーにポンと話が来て、でこっちからまた違う話が来たりしたでしょ、でその風情をまとめまして、藤谷美和子とはズバリ一言、うつむき千手観音、うつむきながら観念一度笑点かなんかお出になった観念いや今ぶり返したわ、聞いた時それほど面白いと思わなかったんですけど、5秒ぐらい経って異常におかしいですね、観念っておかしいですよ、もーちゃんにもね、よろしくお願いします、どうも気をつけて